ババさん、こんにちは。こんにちは。今日も、只見町のババさんのところにお邪魔してます。ババさん、只見町では冬のですね、賽の神とか雪祭りとか、そういったなんか行事の方はどんな風にしてるんですか？はい、毎年、2月11日の連休だから、この日は、その時、まあ村を挙げてやるわけね。はい、その時は、ハイリクズの花泉ってこんな大きい2つのつおいで詐欺振る舞って、はい、こうハイリクズのどこの門を通る人にみんな詐欺振る舞って、はい、そして中に入った、中には雪の舞台があるの。その舞台で、踊り踊ったり、神楽をやったり、いろんなことをやる人は、いや芸人の人はやる、やって、あれだ、ソードメイン踊るっていうは、戦争をもって、こう田植えを踊るんだけど、それの1から10万人の歌があって、それに合わせてこう、まあ踊るたってこうだ、踊るのよりここに踊るんだけど、それが10区の人だけ、がやるわけ。人数たるね、どの15人も30人も満足なべが、そうやって雪の舞台があって、その上に踊って、そしてそれを割っと今度は出汁があるんだよな、大きな出汁。それは四十二の人が、男の人が、中にふんどし一丁にその出汁を数えに、わしゃわしゃわしゃとその雪の会場をこう回って歩って、そして出汁終わった今度は火つけた、防災の最初は悪いをつけて、それ火つけたの数えにわしゃわしゃと会場行って、才能が見えてあから、山から神木を切ってきて、わらとかやとをつけて、それにみんな各自に、あの平足らの神様のなんだ、あれなんちゅうんだろう、神木の、すごさ言いつけて、それさ、この風に行ったら火つけて燃やして、燃える盛りの時、男は25度、新十年の人の、役年の人の胴上げて、みんなして上げて、女は19と33の人を胴上げやって、そして今度はそれが下でなっと、木の先に文字刺して、それを焼いて、同じわけでみんなして食べて、まあそういうわけな。そんでもこの紙の方の小林っとかあんだ、そこの人はもう昔から小林の神楽っていう神楽があんだよ、その人の人が集まってきて、神楽がその雪の舞台の上にやんだ。その時ひょっとこめんでいたり、おがめんでいたり、面白おかしく踊ってみせて。そうですか。それもなんかすごいね、ここ面白いこうステージがあるんですね。そう。だからそのおがめとひょっとごめんでて、ひょっとごめんが進んで足くつがれて、でやるその振りがまた面白くて、みんな笑ってみてね。そんなことだな。で、あと会場の周りには水がいっぱい出て、その水からそば、食ったり、熊汁食ったり、うさぎ汁食ったり、ワンカップ飲んだりして、まあ、せっぴ陽気に面白おかしくやるわけ、それが一年の行事なの、雪まつり、2月の11日、12日と2日間の、そうですか、はい、
雪像も出るんですよね。雪像も作られるんですよね。そうそうそう、いっぱい大したいっぱいの雪像だ。それと鎌倉とね、はい、高校生は高校生の雪像、村の人は村の人の雪像、商工会は商工会の雪像、だからいっぱいできるんだ。ああそうですか、じゃあとても楽しみですねこれからね。そうそうそう、でもみんな素人だから大きなの作るんだ。北海道みたいな水族場だってちっちゃいのなくて一回の